ショーツ・ムナは中華民国の政治家。第12代中華民国副総統を務めた。日本統治家の台湾家吉市生まれ。国立政治大学外交研究所修士を経て、外交官として1966年から1972年まで中区アラルンプール領事館に勤務。その後は経済部に転じ、経済部国際貿易局長。 行政院経済建設委員会副主任委員などを務めた。1990年、李登記総統の下で、本省人として、初めて経済部長となり、第1回、第2回エーペック首脳会議には、李登記総統の代理として出席。1997年から3年間、連戦の後継として、行政委員長を務め、アジア通貨危機や台湾大地震などの対応に追われた、 中国との経済交流を規制する階級用紙政策を行った。2000年総統選では、連戦総統候補と共に副総統候補として立候補したが、民進党の陳水編、旅修連ペアに敗北、曹操優、超秋オペアにも及ばず、第3位に甘んじる結果となった。国民党がゲイヤしている間は、東北主席や中華経済研究院当事長を務めた。 2003年には、サーズの流行によって、経済活動が深刻な打撃を受けた際、陳水編総統の招請を受けて、総統経済顧問小委員会の幹事長を約半年間引き受けている。また、EU の例を参考に、両岸共同市場を提唱し、この理念は2005年、連戦国民党主席と、古近党中国共産党総書記の会談における合意事項に盛り込まれ、 あとに、両岸経済協力枠組み協議で実現することになる。2008年総当選で、バイエ級総統候補とのペアで当選した。翌4月、中国海南省で開かれた、広志郷アジアフォーラムに出席、古近東中国共産党総書記と会談した。パウエル米元国務長官ら要人との会見も、実現している。2008年5月、副総統に就任。 2011年6月、バ英九総統から2012年、中華民国総統選挙の中国国民党、副総統候補に指名されず、2012年5月に退任。退任にあたり、馬総統から中正勲章を授与される。2006年に来日したが、その際に、日本の衆議院議員、愛知和夫らとは保温泉を訪れたところ、 旅館関係者に離島機と間違われてしまい、台湾の一部メディアによって離島機が極秘に日本を訪問していたと報じられることとなった。2008年6月には日本メディアのインタビューで対中政策について台湾は行政の重点を国防の安全に置くようにし、さらに多額の予算を計上するだろう。台湾は常に中国からの脅威にさらされているため、 両岸関係の上でいかにして相互連動を保持するかが台湾の生存と発展にとり重大な問題となると指摘。対日政策では今後対日両国の新世代の政治家は交流を深め協力を強化していくべきである。もし双方が自由貿易協定及び経済連携協定を締結できたならば両国の経済発展により役立つものとなるであろう。 との考えを示した。ありがとうございます。